内から1番4番2番5番6番3番第6レーススタートが切られました。ブス島コーススタートになりました。5コース6号艇魚谷を並んでコーススタート1周1番4コースから5号艇ブス島まくっていきます。まくってまくってまくり切りました。その後ろですが少しもつれた1号艇長井が壁、6号艇魚谷は外へ出て4号艇の吉川が差し上がってきました。バックスレッジの中間点は2番手争いは接戦となっていますが5号艇のブス島まくって独走体制に入っています。本番参加者になったんですけどそのあたりは想定内でしたか？まあまあ、自分のね、する仕事は変わらないので、はい。ここ、スタートタイミングはコンマ1前半あたりでした。そうなんですね。もうちょい遅れたかなと思ってたんですけど。なるほど。では、思ったよりは前だったかな。そうですね。行き足がいいのかな。はい。乗りづらかったですね、道中。ああ、なるほど。それは、3周回っている中、ずっと乗りづらい症状だったんでしょうか。そうですね。ちょっと、握りに握れなかったので、まあ、その辺をもう少し直したいなと思います。直線わかんないですけど、スリットの感じは、まあ、このレース入ったら良かったのかなと思います。1番4番2番3番5番6番でスタートしました。1コースの1号艇山口トップスタートを決めています。インコースから逃げる体勢4号艇のブス島は刺していきまして、あとはセンターからは2号艇豊田つけ前に来ました。2番手争いか1号艇山口逃げたか、外が2号艇の豊田、内から4号艇ブス島は外へ持ち出した。代わってうちには5号艇のゆかわが入っていきます。バックスレッジの中間点を通過、3艇の接戦、2番手争い、先頭を抜け出したのは1号艇山口剛、2マーク手前では2艇身リード、4号艇ブス島が外、ホームスレッジ直線コース外から2番手は4号艇のブス島、あとは2艇身差で2号艇豊田、3番手。